先生、はい、基本教えてくれと。はいはいはい、大事ですね。うん、いう声があって。あったね、コメントをいただいて。あるんだけど、もう過去にさ、めちゃくちゃ出してきてんだけど、たくさん動画出すとやっぱり我々の基本もちょっと変わってくるっていうか、うんうん、気づいてることもあるじゃん、動画撮ってて、はい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 、だから今の我々が考える基本っていうのを言っていきましょうか。そうだね、うん、OK です。じゃあ今回はゴルフの基本をですね、やります。こんな軽々しく言ってますけど、めちゃくちゃ重要なこと言っていきますんで、よろしくお願いします。平井博明のワンナップゴルフ。基本と言ってるぐらいなので、うん、皆さん一旦頭の中真っ白に今なってると思うんで、うん、早速やっていきますね、うん、まず、うん、ボールの位置っていうのは、うん、スタンスを肩幅に開いてもらって、うん、これボール真ん中です、うん、真ん中よりボール1個左に置きます。ここなんで、ボールの右端、打つ人から見てボールの右端が自分のセンター、これぐらいですかね、これぐらいに置いて構えます、うん、でこの位置でフェースがちゃんとターゲット向いてるかどうか、この位置、これで手首の角度を変えない、肘の長さを変えない、要はもう腕とクラブは動かさないで、胸の回転スピードだけでクラブを9時3時で動かす。このショットができなかったら基本はできてません、うん、これ言っとくけどめちゃくちゃ難しいです。でそれだけ練習すればいいの？これだけ、これ1年間やってください。本当に冗談抜きですよ、甘く見てませんか。めちゃくちゃ重要ですよ、これが基本。そうです。でも9時3時でしょ。9時3時それ飛ばないじゃん。そうなの、その質問が必ず来るはず、うん、基本ができてれば必ず来るはずの質問なの、うん、そこで今の9時3時で胸の回転で動いてくれてたでしょ、うん、胸の回転上げていい、うん、ボール1個左のスタンス肩幅で、うん、スイング9時3時で胸の回転スピードだけ上げますよ。150のグリーン超えましたね、8番で。そう、結局インパクトのスピードが変われば、うん、イメージ9時3時より、まあ、ちょっと上がったぐらいだけど、うんうんうん、9時3時のイメージで、うん、胸のスピードに対してその胸の正面にヘッドがこうやってあって打ったら飛距離は飛ぶよね、うんうんうん、あれに今のに飾りをつける、うん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 、モデリストのエアをつけます。いいな。そうすると、そう、形がなんとなくついてる、うん、そうだね、そう、エンジンとシャーシは変わんなくても見た目は変わるでしょ。変わる、めっちゃ変わる。そうなんですよ、うん、エアロつけよ。そう、憧れだな。そうだから、結局それ今の最後のフルスイングって、うん、こっからここを基準にして上をつけてるだけだ、うん、だからこっからここがなかったら、うん、今のフルスイングはない。なるほどね。そうだから、これをやってくださいって何本言った。いや、わかんない、初めて見てるかもしれない。そうか、ごめんなさい、ついつい熱くなって。そういうことね。そうそうそう。あ、そっかそっかそっか。1から8ステップあるじゃない。あるある。あれがめっちゃ重要と思う。ああ、それの9時3時はど何番ぐらい ?5、6ぐらいじゃない。結構あれなんだ。うん。まあ、4はないと思うな。ああ、そう。もうちょっと上。うん。5、6。じゃあ、一番最初はもっとちっちゃいんだ。一番最初は、スタンスとボールの位置は全部一緒。うん、うん、うん。そう。とかその大きさがね、そう1ね、うん、そう2、うん、3、うん、4、これダメ、これダメ、ダメだけど4、次5、あ、4も4、5ぐらいか、そしたら、そう6ってなってる。そういうことね。あ、じゃあ出しとく、1から8ここに。あ、本当？うん、出しとく。ありがとうございます。そっか、あれ見ればね。そう、あれがめっちゃくちゃ重要。
でもあの時言ってないかも、 TG TG を言ってない。だからやっぱ我々もアップデートしてるから、あ、この基本の動画が、ね、そういう意味でいろいろさ磨かれてるから我々も。これサロンじゃないんだよねちょっと TG かじっていい？いいよ。初めて見る方 TG って何っていう方もいらっしゃると思うんですけど肩のラインとクラブが、うん、要は T の字を表してるんで、うん、TG って言ってるんですね、うん、でこの肩のラインのこのスピードあるじゃないですか、うん、このスピードの正面にヘッドがあってこうやってクラブを動かせてれば、要はこういうことですよね、こういうこと、うん、これができてたら基本なんですよ。でこれが胸のスピードで今クラブを動かして打ったんですね、うんうん、あれだとタイミングって狂わないんですよ。そうで、なんで肩のスピードで打つかっていうと、肩のスピードって自分が振りたいスピードなんですよ。腰のスピードって理想の振りたいスピード肩のスピードって理想じゃ動けないんですよ、もう現実こうやって理想のバンって切るスピードで肩が動いたら当たるわけがないんで、そう、それでも肩のスピードを止めたり、うん、あのダウンスイングでこうやって肩だけ切って止めちゃう、うん、肩だけ切って止めたら左行きますからね。なんで左行くかっていうと、肩だけこうやってグッて切るでしょ、うん、でクラブが遅れるでしょ、うん、で T の字はここじゃない、うん、だけどここで肩止まるからクラブだけ行くのね、はいはいはい、それで左に行く、うんうんうん、そう同じこと言ってんだけど、そうだね、そうだ、それって例えば手首だったり肘の角度が長さだったりが変わったら、うんうんうん、その T って一番これができやすいでしょ、うん、そう。でもこれが例えばタメを作ったりとかしたら、ここのインパクトでゼロに戻ってくるために、うん、遅れを取り戻さなきゃいけない作業を入れなきゃいけないんですよ。そうだね、そう。でも右肘畳んだら畳みっぱなしで打つ方が多いわけ、うんうん、取り戻せない、うん、だから右に行く、はいはいはい、そう。あ、インパクトゼロっつうのはそうすると、うん、この T 字のちゃんと T のまんまいましょうねってことだ。そうそうそう、1から8の中のインパクトゼロは T だから、絶対に T だから。そういうことか。そうで、フルスイングになってきて、例えばドライバーとかだと、まあ、多少こうやって腰がリードしたり、うん、肩がリードしたり、うん、どこがリードしたりとか言うじゃない、うん、でもクラブの向きはこうやってちゃんと、うんうん、ハンドファーストだったりまっすぐだったりっていう、ここに戻ってくる理想の形にビタッと戻ってくるっていうことはインパクトゼロだから、はいはいはい、そう。ただ基本のこの動作の中、うん、1から8ステップの中の動作の中では必ず T になるから、うんうんうん、胸のスピードでしか動いてないからね、うんうん、そう。あ、今ので分かったわ、クラブがねクラブがね、クラブがね、そう。いや、前なんかのコメントであったよね、インパクトはアドレスの形じゃないっていう名言ありますよねみたいな反論があったじゃん、うんうんうん、クラブがね、クラブ体じゃないからね、体じゃないから、体はそれ多少前向いてる決まってる、そりゃそう、そりゃそう、フルスイングだからね。でもクラブはね、そうだよちゃんとその構えた、そういうことだったね、そういうこと、そういうこと、あ、分かった、クラブがね、だって前の動画でもこうやってアドレスしてください、うん、でインパクトの形してくださいって言ったらこうやってやるでしょ、うんうん、やるけどクラブは、そう、クラブは変わらないから。本当だ。そう。クラブがだよ。そう。それは体一緒だったらおかしいですよ。っていうか、どっか折れますよ。そりゃそうだ。うん。そりゃそうだね、うん。クラブがゼロなんだね。そうよ、そうそうそう。俺がね、一番当たり前のことに気づいてなかったっていう。クラブがだから。そう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 。忘れちゃうんだからすぐ。その話すると、トール君と俺ハモるからね。そうそう、そういうことで。それはある。そう。そうなの、そうなの。そうだから、例えばドロー打つにしても、うん、スライス打つにしても、うん、インパクトの形、あの、要はアドレスの形に戻ったらストレートしか打てないから、うん、クラブがね、そう、クラブがだから体は絶対違うんですよってことよね、うん、そりゃそうよねっていう、そう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 、あ、そう、確かにあったね、そういうコメント あったけど、そういうことかな、そう、なるほど、そういうことか、それ言ってんのかな、それは違うに決まってる、それは違うに決まってる、でもクラブはそこに戻ってこないと、そう、当たるわけないんだ、そうなんだ、そこで構えてんだから、そうまっすぐ行くわけない。そうだね。そこで構えてるんだからね、当たるところで。そうなの。そしたらそこに戻ってこないんじゃん。そうそうそう。そうだね。当たるところに構えてるんだから、そこに戻んなかったら当たんないってことだね。そうなの、そうなの、そうなの。だから結局その入射で球筋が変わるって俺動画出したよね。それで、うん、ヘッドの位
値はこれ変わらないですよってこと。ここで、うん、例えば低い球高い球、はい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 、でやってるだけだ、ね、うんうん、角度をね。そうそう角度。そうだからヘッドの位置は変わらないから、うん、そうクラブと、まあ、それはねでも上級の話だからとりあえずあったところにクラブが戻ってくる。そう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 、そうだからそれは1から8には関係ないもんね。あそうこのまま普通に持ってきて、うん、こうやってこのままこうやって、うん、戻っ、うん、そうだね戻すっていうかもう戻ってくるようにやれってやってるからね。大げさ抜きで話していい、うん、1から8ステップの、うん、この作業あるでしょ、うん、これで肩が今ここまで俺回ったでしょ、うんうん、ここまで回れてる人は100人中3人だよ。97人は、うん、こうやってるから。結論言っていい、どんだけ下に頼ってるか。ああ今できるそういうこと。でも下戻すよ、うん、ここまでしか行ってない。あだけど前向いちゃうと分かんなくなっちゃうから。分かんない分かんない。ごまかせんだ。そうフィニッシュで下が回ってたら、うん、回ってなくても回ったように見える。気になるで例えば俺が下でこうやって下半身止めるでしょ、うんうんうん、回ってないから。そうあだから全然距離落ちちゃうから。だから逆もしかりで下半身とベタ足で上だけ回すと全然回ってないように見えるけど肩は回ってるから打てちゃうんだ。そう。だから平井の間違えた手打ち論あるでしょ。ある。そうあれ言ってよ、あれ言ってよこうやって打つ人いないでしょってやつ。 あれ面白いんだ。あれ好きなんだ。プロゴルファーで手打ちがいるでしょ、うん、でもその人がこうやって打ってますかって体使うでしょって。そうだから肩回転をして距離が落ちるってことはどれだけ下に頼ってるか、うん、下は止める方、うんうん、上は使う方。その手打ち好きだなと思って。そうやってね。で手打ちだからってそういうふうに打つ人はいないからね。そうでこれを練習する人いないからそうなんだよ、ね、そうそれを練習する人いないんだから。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 そうそこじゃん。そうだからそれに文句言ったところで、うん、意味がないんだよ。そう本当にだからもうそれ好きなんだな俺だって誰もやんないじゃんそれ。だからもう次そういうコメント来たら俺必ず言うからなんで言いたがりってそうだね。そう全く意味ないもんだって。そうだよね。うん、脱線してしまったまた。いいですいいです。なんだっけ。どこでそれ1から8？あ、そう基本だ。基本だよ基本だけど。そうだからそのなんだろうな本当に T 字で動くことってすごく大事。うん、それはパターンからドライバーまで。うん、そうとりあえず調子崩す人いるでしょ。うん、これちょっとサロン級だけど練習方法いっちゃうね。うん、1から8やるんだけど、うん、それの要は当たらない時とか、うん、今普通に打ってるけども調子が崩れちゃった人っているでしょ、うん、その時はヘッド単体のスピードを胸のスピードと合わせてみてくださいって、うん、はいはい、この練習が一番大事。こういう練習、はいはいはい、これどこ行ったっていい。うん、あのね、これを合わせようとすると合ってくる、うん、へそう距離がまとまってくるのね。こうやって、うん、ビューティーだこれはお世辞抜きで120点。うん、そうああいうふうに6割7割の力でいいんで、うん、胸の向いたスピードの先に必ずヘッドがある前提で打つ、うん、これは距離スピード関係ない。まずは合わせられるスピードからスタートしてその日クラブ1本でいい。そのクラブを完璧にスピードが同調できてきたら練習は。そう、そういう練習を調子崩した時に1日絶対入れなきゃだから。全部クラブいつもの練習で直そうとしたって直らないから、うんうんうん、それで崩しちゃったから。そう、そういう練習方法も大事。そういうドリルを入れることも調子の回復につながるので、うん、ぜひ練習でやってみてください。だから1から8ステップがすごく大事でその方法として、うん、
その先ほど言ったボールの位置だったりスタンス幅プラス肩とクラブの T 字を意識して練習してみてください。これがまず基本です。これができなかったら本当に話は始まらないので、まずこの基本をぜひやってみてください。はい、気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。最後に大事な大前提言っとかないと、はい、ゴルフのミスの9割は振り遅れでございます。そうだけど、その T 字を意識して1から8をやれば振り遅れは出にくいってことですか。そうです、基本ができていれば振り遅れません。その理由がさっき言ったクラブが常に胸の前にあるからなんですよ。これが基本なんで、基本ができてるイコール振り遅れないんです。これを意識してやってみてください。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですねコンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。